俳優の山崎賢人、先は正式には、辰先は13日、自身のインスタグラムを更新。俳優の吉沢亮とのオフショットを公開し、反響が寄せられている。山崎は、正、表、大王様、お亮と綴り、撮影現場の待機場所と思われるテントでの2ショットを投稿。二人は役衣装を身につけ椅子に座っており、カメラ目線のショットとなっている。現在公開中の映画、キングダム2遥かなる大地へ、で主演を務め、吉沢と共演している山崎。同作では中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く繊細孤児の少年、秦山崎と、中華統一を目指す若き王で後の秦の始皇帝、永世、吉沢を演じている。吉沢と山崎は、ドラマ、水球ヤンキース、フジテレビ系、2014年の初共演以来5回共演を重ね、デビュー当時からよく知る中。投稿には、尊い、ドアップ最高、しどりかな、大好きな二人で眼福、二人のオフショット載せてくれてありがとうございますなどと反響が殺到している。